おはようございます。速稼塾の久保です。そして明けましておめでとうございます。もうだいぶ遅れましたけどもね、この新年の挨拶も2日とか3日になるともうだいぶ遅いなって感じがしますけども、まあ本当に今年もよろしくお願いします。で、今回ね、結果にコミットするっていう風なメッセージを送っていただいたんですけども、いや、どんな結果にコミットするんでしょうか。この1月2日とか3日に決まってないともうね、今年も決まらないんではないかなと思いますけども、私はね、1月1日というか正確には12月31日の動画の中でもすでに、公開してますけども、チャンネル登録者数、 YouTube のね、 YouTube のチャンネル登録者数を私は1万人から10万人にしようかと思います、この1年で。で、そのためにね、もう非常にですね、ガリガリやんないといけないなというふうな課題を自分に対して設けました。で、収入的には広告収入で言えば、今の状態でね、毎月10万ぐらいで安定したんですよね。だから多分チャンネル登録者数が10倍、要するに10万人になると、まあ銀の盾ももらえるんですけども、広告収入っていうのが100万円になるんではないかなと思うんですよ。まあそうなると本当 YouTube だけでも一つの資産になっていきますんでね、まあ10万だとなかなか難しいですけども、100万だと、毎月100万だったらいいかなというところでございますね。それからですね、もう一つの結果にコミットメントをするっていうのが、YouTube のチャンネル登録者数がいらっしゃいますけども、多くの方がね、1000人いってないんですよ。私はその1000人を100人作ろうかと思います。チャンネル登録者1万人の私がチャンネル登録者1000人を作っていくっていうわけですから、自分の結果のね、10分の1の人を作っていければいいかなと思うんですよ。で、その人を100人です。だから合計で言うと1000人の人を、100人なんで合計で10万人ですよね。で、私は1人で10万人ですよね。で、そういうふうなのができないかな。10万、10万で20万というふうに考えております。これが私のコミットするべき、結果ですよね。うん、まあ、そうすると、収入っていうのはついてくると思うんですよ。自然とね。この目標を達成すれば。もう、いくら稼ぐって言わなくても、もう計算できますよね。なんですかね。YouTube のチャンネル登録者数が、私自身は多分100万円前後に収入になってきますし、毎月。それから YouTube のチャンネル登録者数1000人を越した人が100人もできれば、やっぱり新しいね、そこにマーケット、ああ、久保さんのおかげでこうなりましたっていうふうなマーケットが、媒体ができていくんで、そこからもまたね、新しいムーブメントが起きるのかなと思ってます。ということでですね、私1月1日にこういうふうなことを決めましたんで、もうすでに動いていて、もうガンガンやってます。例えばね、今回は、私の動画の中にアシスタントを入れることにしたんですよ。アシスタントは、例えばね、愛子さん、お願いします。愛子さん、愛子さん、どうぞ。椎の木さん、アシスタントの愛子です。よろしくお願いします。とかね。で、アリスちゃんっていうのもいますね。アリスちゃん、アリスさん、アリスさん。椎の木さん。アシスタントのアリスです。時事ニュースを担当します。よろしくお願いしますっていうのがね、おりますね。まあこんな形でアシスタントを何人か AI で雇っていって、新しく挑戦していこうかなと思います。ますます進化する速稼塾でございます。あ、それからね、速稼塾でね、曲を皆さんに作って提供しようかなっていうのを始めてるんですよ。じゃあね、この辺で、今回の動画終わりますので、じゃあ椎の木くんの曲を聴いていただきながらエンディングにしたいと思います。それでは、いってらっしゃい。